よし、じゃあ4月の、竹の子掘りをやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。 GO。 こっち滑っから今日こっちから行ってみよう。はいよ。ちなみにクールエイジの T シャツかっけえ。いい感じ。うん、いい感じ。よし。これさ、昨日大雨だったから滑るんだよね。滑る。大丈夫、手貸す。朝から何回こけたことか。よっしゃ。確か掘ってる時に。そう、結構あったよね。あった。掘ってる時じゃねえよ。切ってる時。うん。朝から、朝の5時から今日は作業して。やってます。もうヘトヘト。結構いくね、これ。これ。あ、そのぐらいの大きさ結構すごいよね。うん。2月から2ヶ月経って。でっけ。うん。じゃあこれ1本いっちゃう？いいよ。はい。よいしょ。じゃあもう2月とは違うんで、うん、がっつりやっちゃってください。はーい、いきます。はい、失敗。いけ。あ、水がすげえ垂れてるです。はい、次。はい、もう今日はね、本当に 2,3 本あればいいかな。そうだね。うん、そんなに掘ってもね、使えないから、うん。お、双子ちゃんいるよ。え、双子とかいんの？双子、うん、ほら、かわいいのと、もうちっちゃいのがね、あんまり見えないんだよね。あ、見えた。見える？うん。よし、はい、ういよ。お、俺が切られる。よっこいしょ。はい、よっこいしょ。あれ、だんだん離れてる。ちょっと、おじさんメイン撮っても。マジで？よいしょ。つかさ、俺も、撮ってはいるんだけど、すごいなんか暴れてる。おう。いい感じだね。これ、この手のひらサイズですね。うん。これ、うまそう。はい。はい。これ、剥いたらどのぐらいになるんだか。確かに。ね。前回すごかったもんね。意外と小さいんだよ。剥いたら。こんなに皮みたいなくなるものかと思う。これをこのままし、あ、これか。うん、結構そのサイズのぐらいの方がいいかもね。剥いても、うん、食べられるぐらいで。つかね、そっちにもいいサイズあったんすよ。うん、そう。いきます。はいよ。失敗。おお、まあまあまあ結構いいサイズではある。そうだね。ね、こんな感じ。うん、置いときます。はい、どこだっけ。これ、タケノコをね、掘った瞬間にハエが近づいてきちゃう。持ってないと、やられる。やられるね。あった？あった。あ、これと、あと、もう一本くらい取ったけ終わりにしますか。そうだね。で、あるとこだけ結構見ていこうか。あ、そうだね。うん、見るだけ。よし。いきます。よ。よいしょ。なんか違うもん出てきたけど。出てきた、怖え。終了。これはなしだね。うん、違うもん出てきた。ぶん投げるのがいい。よいしょ。芋時期って、雨の後はバカみたく、タケノコ出るらしいんで。よいしょ。おい。いや、手のひらサイズ。です。です。です。よし、あと一本掘ったらじゃあ。そうだね。うん、確認しましょう。どこだったの？あの、さっきから目に入ってたんすよ。あ、ほんとだ。2月の時足であんだけ探しだれだったけど、うん、で、そこにまんもどこ？そこってそこちっちゃいの。ほんとだ、見えるかな。見えるよ、これね。結構生えてるよ、生えてる。でもその奥にもあるし。2月の時は全然さ、うん、かなり踏まないと分かんなかったけど、今結構出てるから。出てる出てる。ね。これもなんかあの、ハエパにしちゃうと、すごいことになるらしいから、うん、適度に掘ってってっていうことなんで。よいしょ。いきます。いいよ。うわっ。ほいよ。よっこいしょ。よし、これはなんか気持ちいいくらいの竹、あれ
おーすげえ抜けた抜けちゃったなんかタケノコって感じだよね。うん、よし、まあ、じゃあ食材はこんなもんで、はい、あとはちょっとチラッと見ますか。いいよ、じゃあ別れて取っちゃう。うん、タケノコ探し、おい、結構ね、あの掘りに来る人も結構いるからね。トマ、じゃあ俺奥の方行ってみてね。うん、もうさ、足で探さなくても見えるくらいだから。そうだね、頭ぶつけないように気をつけてね。ああ、それお前だよ。あ、そっか。あ、あった、発見。マジで、うん、埋まってるけど、ほら結構いい感じ。よかったら掘っちゃってください。ああ、結構です。あ、ここに一本掘られた跡、掘られた跡がある。よいしょ。あ、すげえ天気いい、気持ちいい。よいしょ。結構ざっと見て10本以上はまだあるよ。マジで？うん。こっち側は0本です。本当かよ、探した？本当。足でしか見てないけど、うん、ざっと見て。結構なんか見た感じ出てるよ。はい？見た感じ出てる。あ、もう一個発見した、ほら。すごいね。ほら。やっぱ日向少し絡んでるところの方が出やすいんだよね。うん。え、こっち来たの？こっち来てなかった？なかった。僕の方は懐かしい。出てない。出てない。こっちはもう誰か掘るって、川だけ置いてってるね。こっちは、本当にないな。ここにあんじゃん。発見！ああ。発見しましたよ。あ、ここにもめっちゃあんじゃん。つうか、おじさんどこ行ったんだ？よいしょ。すげえ、これ倒れていくから。結構向こうにも結構いっぱいあったよ。あ、ここでもあんじゃん。ほら。そこってでも掘られた跡じゃね？あるよ。結構ほら、頭出てんもん。2月より全然楽。そうなるか。うん。めっちゃあるよ。俺全然ないよ、今のとこ。嘘。すげえあるけど。こっちはないね。こっちはあんだってさ、2月の時こっち来なかったよね。来なかった、来なかった。ちょっと探したけどなかったもん。うん、だってなかったっていうか、あーっと発見。ほらここありました。あ、本当だ。さあ、ようやく1個見けた。入ってる、入ってる。俺はやっぱ足で探した方が、あの、わかるのかもしれない。あー、だってよくさ言うじゃ ん、猿は手も足も使った方がいいって。あ、そうなんだ。そう、両方感覚がわかるって言うじゃん。へー、だからチンパンジーだからじゃない？そっか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 二人で取られてておかしいからねね、だいたいこんなもんだよね。なんかさ、結構さ、小さいのとか、あ、皮むいて捨てたんだ。先に、やってる人が、皮むいて。皮むいて。皮捨てていくのはちょっとね。ね、皮ね。でも、土に帰るんじゃない？
まあまあね、大体、うん、このぐらいだね。そうだね。でもちょっと見ただけで、うん、結構あった。10本じゃ効かないよ。うん、うん、結構あったよ。朝この竹やぶでバンブーハウスの竹を50本ぐらい切った。30本ぐらい、まあでも50くらいね。でしょ、ね、そう、朝の5時からねやりました。もうヘトヘトですできることならちょっとね冷たいものも食べたい。冷たいものが食べたいね。この蜘蛛の巣がさ、めっちゃあるんだよ。蜘蛛嫌い、蜘蛛嫌い俺は虫が嫌い。マジか。結構あるよ。ということで、はい、だいたいこのぐらいにしていきます。はーい、ね、で今日掘ったタケノコどこ行った、その前に。本当ね、どっかまとめておいたい。どこ行った？あった。とりあえず、1、2、3、4、4本。向こうにも、向こう。え？向こう。あ、あった。うん、なんかハエがすごいたかるんだよね。水を求めるのか。よっこいしょ。これだけ今日は使う分だけを掘ってみました。はいはい、ゆきくん、タケノコ、タケノコをきちんと持って、待って、タケノコを持って、はい、かぶってる、はい、じゃあ移動します。せーの、ちょっと、